ニーロ中山は、江戸時代末期の武士、薩摩藩があろう。通称の行部でも知られる。字は、旧治忌む。意味長中山。維新後、七島藩士、天見大島投資天保三年、鹿児島の西戦国で、薩摩藩があろう。ニーロ休業の子として誕生。母は、ニーロ久隆の娘。ニーロ氏は、島津氏の所流であり。 薩摩藩内にあって一所持と呼ばれる価格の不大重心で、過六八百五十国の家柄であった。過疎である戦国時代の武将、新色忠元からは十三代目となる。島津成明、重久の二代に仕え、はじめ軍役方相当取りとして平成改革を行い、西洋式軍政を採用。文久二年には軍役武行となる。翌年七月に起きた、 撮影戦争で平成改革の実績を発揮し、称賛された。慶応元年には藩をおめつけに昇進。薩摩藩が派遣した薩摩藩塚家影施設団の団長として5代、友厚や松木博康などと共に、イギリスに渡航。編名を石垣栄之助と称した。その後、5代、寺島、堀高幸と共に、ヨーロッパ各地を歴訪し、 ニーロは視察の傍ら防石機械等の買い付けなども行った。訪問先はフランス、プロイセン、オランダ、ベルギーである。ロンドンにおいてベルギー貴族のモンブラン伯爵から貿易商社設立の話を持ちかけられ、ブリュッセルにおいて薩摩藩とモンブランの商社設立契約を結んだ。また、来る1867年のパリ、万国博覧会参加を協議して、 翌慶応2年に帰国した。帰国した年、勝手方家老に昇進して、改正書を所管。また同年、子、竹之助をフランスへ留学させている。反省においては、戦術のパリ万博準備等外交事務を担当した。母親戦争時には、京都にあり、明治維新後の新反省において再び、大目付けとなって、反省改革に尽力した。 明治4年の廃藩地検で、薩摩藩消滅後に退職するが、明治9年に七島藩治として、新政府に出資。その後また一時期退職したが、明治18年天見大島投資となり、特産品である黒糖の流通改革に従事。不採に苦しむ島民のために尽力したが、翌年に突然免官された。これは、国糖流通を独占していた鹿児島県商人による、 格策と言われる。しかしその後も中山は、島民から、旧姓の恩人と警護された。明治22年12月10日、没、去年58、昭和57年、鹿児島中央、駅前東口広場に彫刻家の中村信也が、制作した薩摩藩英国留学生の像、若き薩摩の群像の一人として銅像が建てられている。ありがとうございます。